皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。 F1 ニュースの時間です。ということで、本日深夜から明け方にかけて F1 マイアミグランプリのフリー走行1スプリント予選が行われました。今日は先ほど入りました最新情報とともにマイアミグランプリ初日を振り返りたいと思います。実はですね、今回のスプリント予選の戦略とかでいろいろお話ししたいことがあって、すぐに速報動画を出そうと思ったんですが、さすがに何も考えずに今の RB が変な戦略を取らないだろうと思って、少し情報を待ってから動画を作ろうと思いました。リアルタイムで視聴していると、なぜ角田選手をワンアタックにしたんだとか、謎戦略発動かとか、リカルド選手と同じ戦略だったらと思った皆さんも多かったかもしれません。もちろん僕もその一人でした、実は。はい。しかしながら、ワンアタックにかけたのは実は角田選手本人の希望だったみたいなんですね。それでは角田選手のコメントも含め、今回のマイアミグランプリの初日を具体的に見ていきたいと思います。まずはじめにリカルド選手、スプリント予選4番手おめでとうございます。明日のスプリントでの入賞頑張ってください。ポイントを取ってハースとの差を広げてください。まあ、リカルド選手に関しては、モノコック交換してからかなり調子が上がってますし、今回新シャーシのフィーリングやメンタルにもいい変化があったんでしょうかね。いい走りを見せてくれましたよね。そして角田選手もフリー走行1ではリカルドよりも速かったですね。しかも周りはみんなソフトタイヤの中、ミディアムタイヤで8番手を刻む。これはすごかったです。実際にフリー走行1でリカルド選手より高タイムだった角田選手、もし SQ3 を走っていたら何番手だったのかというね、たらればの話ですけども、そういったシーンも見たかったなと思います。それでは具体的に見ていきます。角田裕樹、戦略と走りを反省。今にして思えばペース活かせず DNF の15番手、それでも残りの週末に期待する RB ということで、マイアミインターナショナルオートドロームで行われた第6戦の F1 マイアミグランプリスプリント予選、角田選手は15番手で終えました。 SQ2 に向けて自ら望んだワンアタックのアプローチを反省したということで、こちらでも出てきますけども、これは自ら望んだワンアタックということです。決して RB が俺たちを実行したなんてことはありませんので、皆さんご注意ください。角田選手はミディアムタイヤの投入をワンセットに抑えて10番手で SQ1 を突破しました。この時2セットを投じたダニエル・リカルド選手に 0.013 秒差をつける好スタートを切っていたんですね。しかしながら続く第2ラウンドでは一転、突然のグリップ不足に見舞われて1回限りのラップをまとめきれず、 SQ2 で取った戦略は裏目に出てしまいました。確かにね、 SQ2 ずっと見ててもフェルスタッペンと角田選手だけ最後まで出てこなくて大丈夫かと思ったんですよ、僕も。ただこれは相当ラバーが乗ってから一発勝負にかけるんだろうなっていうのは分かってたし、フェルスタッペンの後に出てフェルスタッペンの塔でも使うのかなとかいろいろ考えていたんですけども、結局角田選手は SQ2 でちょっと敗退をしてしまったんですけども、本人の無線でもなぜか分からないけどあちこちで滑ったよと無線で、おっしゃってましたね。おまけにメルセデス勢のラッセルとハミルトン2台も SQ2 で敗退という、なんか前代未聞のことが起きましてですね、このあたりも非常に驚いた SQ2 となりました。一方で同じ V カーブ01のマシンを狩るリカルド選手は2プッシュを選択して、壁に少し接触するような果敢な走りを見せて最終ラウンドの切符をつかみ取りました。 SQ3 への進出です。しかも3番手セルジオ・ペレスに迫る大金星の4番グリッドを持ち帰りました。 SQ3 直後の無線でレースエンジニアがめっちゃフォー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 とかやってテンション上がってたのを無線聞いてちょっと面白かったけど、リカルド選手本当すごかったですよね。素晴らしい走りを見せてくれました。角田選手は SQ1 はよく車にパフォーマンスはあったのですが、最終的にはこれを最大限生かすことができませんでしたと振り返ります。SQ2 でワンプッシュを試みたのですがうまくいきませんでした。僕自身としてもラップをまとめ上げることができませんでした。今にして思えば2プッシュの方がうまくいったかもしれません。ただ残りの週末に向けて車のペースに自信を持つことができましたと。今回のスプリント予選の SQ2 についてレーシングディレクターのアラン・パルメインは SQ1 を経て彼は大いに自信を持っていて、 SQ2 では1周だけ計測ラップを走りたいと言ってきた。これは正しいことだったがうまくいかなかったと説明しました。 SQ2 で勇気に何が起こったのかを理解しなければならない。彼は好調で1日を通して車に満足して自信を持っていたのだから。
原因を理解するために全てを深く掘り下げてみるつもりだが、週末はまだ序盤だし、彼を上位に上げるチャンスはまだたくさんあると、パルメイン素晴らしい発言をしてくれました。彼を上位に上げるチャンスはまだたくさんあるということで、まあまだ初日ですからね、初日本戦用の予選も残ってますからね。そして今回思ったのは、角田選手とリカルド選手ともに戦略を変えました。これは素人の我々でも分かると思います。これはですね、スプリント予選と決勝用に戦略を分けたからです。なぜかと言いますと、リカルド選手は決勝でグリッド降格ペナルティがあるんですよね。そのためおそらくスプリントレースに重きを置いた戦略だったのではないかと。そして角田選手は SQ2 一発勝負、本人の希望だったんですけども、本予選と決勝を見据えたからだと思っています。個人的には SQ3 にはもちろん行ってほしかったんですけども、これで新品のタイヤを温存できたので、本予選と決勝を見据えたレースができるんじゃないかと思ってはいます。今回はモノコックを交換して速くなったリカルドが4番手ということなんですけども、これ鈴鹿までのリカルドのマシン何やったんって感じですよね。なんかもっと早くから対処してあげてほしかったですよね。そしたらもっとね、素晴らしい走りでダブルポイント結構取れてたんじゃないのかなと思ったりするんですけども、まあとりあえず明日のスプリントレースはですね、リカルド選手がポジションを維持して入賞できるのかというところになってきます。もちろん角田選手自身もスプリントレーススタート位置はきついんですが、ぜひ楽しみながら頑張ってほしいですよね。結構ね、解説の方もスプリントレースを捨ててタイヤ温存して決勝に行った方がなんてことを言ってるんですけども、確かにそれも理にかなってはいるんですけども、やっぱり僕としては最終的に何が起こるかわからないですから、スプリントレースといえど15番手スタートで8番手取れる可能性だってゼロではないと思いますんでね、そういったところでしっかりチャンスをもぎ取れるような位置を走っていてほしいなと思います。ただどうなるのかな、なんかソフトタイヤ今回きつそうですよね。フェルスタッペンが今回さ、びっくりしてたよね。自分で結構修正入れてて、あの魔のね、魔のセクター2のあのラストの魔のターンで結構スライドしてあーみたいな感じで、フェルスタッペンも諦めて最後走ってチェッカー受けた後に無線でポールポールって言われたら、はーみたいなこと言ってたもんね。周りのドライバー一体何やってんのみたいな。それぐらいソフトタイヤあんまり伸びてなかったんですよ。あのフェルスタッペンがソフトタイヤで伸びてなかったぐらいなんで、あんまりねこのコースソフトタイヤってどうなのと思いました、正直言うとね。実際の決勝レースではハードミディアムかミディアムハードのワンストップだと思います。これは間違いなくどっちかだと思います。ただ明日のスプリントレースでもしギャンブルをするのであればソフトタイヤで行くかですよね。でも本戦決勝でソフトタイヤは多分使わないので、どうなんだろうな、その辺ちょっと難しいです。ただ言えるのはセーフティーカーは今のところ導入率 100% なんです、このコース開幕してからずっと、はい、なのでもしかすると今回も 100% でセーフティーカー入ってくると思うんで、そうなるとね、もしセーフティーカーどころかレッドフラッグなんかあったりすると、最後残り5周やなんてことになるとソフトタイヤ入れた方がいいような気もするし、まあその辺はね、神のみぞ知るというか、僕らがああやこや言っても仕方がないんで何とも言えませんけども、とりあえず明日2日目はぜひスプリントレースリカルド頑張って、そして本戦決勝への予選で角田選手に見せてもらいましょう。ただリカルド選手もね、4番手スタートはいいんですけども、後ろにサインツ、ピアストリ、そしてストロール、アロンソがいるんで、このあたりもね、ちょっと警戒したいところですよね。まあ、サインツにはすぐ抜かれそうな気するけどな、なんか、後ろフェラーリね、真後ろフェラーリはちょっとね、きついでしょう。その後ピアストリもいるし、そこはちょっと怖いかなというところですよね。もしかするとこの2台にはかわされる可能性はあると思う。しかし7番手ストロール、アロンソよりも上取りましたよね。なんかね、最近株の売買やなんやとかでストロール解雇説がなんか一層広まってきたけど、なんかストロールっていつも思うけど、この解雇説がささやかれてきたら成績残すよね。今回ね、アロンソよりも上取ったりとかさ、なんかわけわからんよな、なんかそういうところがね。ということで今回ですね、初日を終えて、まあ、楽しいレースだったかなと思いますけども、角田選手少し悔しかったですよね。まあ、私自身も見てて悔しかったんですけども、とりあえず明日2日目また注目でございます。2日目はスプリントレースの決勝と本戦用の予選ということで目が離せないですね。皆さん寝不足大丈夫ですか？ゴールデンウィーク期間中ですから関係ないですよね。もう何時でもどんと来いですよね。ということで今回の初日の件に関して皆さんのご意見ご感想もぜひコメント欄でお待ちしております。それでは皆さん、本日も2日目応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。